はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、血液疾患とね、深く関係のある炭水化物のお話なんですけどもね、炭水化物はね、体の中でね、主にね、血液中にブドウ糖という形でね、存在してまして、血液中のね、ブドウ糖の濃度が血糖値となります。食事をしてね、その血糖値が高くなるとね、インスリンというものによってですね、血糖値が低くなるんですけども、反対にね、空腹になって血糖値が低くなってくるとですね、グルカゴンといっていくつかのホルモンっていうのがあるんですけども、それによってね、血糖値がぐんと高くなります。で、これがね、空腹時血糖値といってね、正常ならば80から90ミリがね、一般的なんですけども、これがね、100ミリ以上になってしまったらね、特定保険指導っていうのの対象とされてですね、110ミリ以上になるとですね、メタボリックシンドロームのね、基準にね、該当してしまいます。そしてそんな状況になるとね、よく耳にするのがね、糖尿病ですよね。なのでね、多くの方々がですね、糖尿病対策に炭水化物、糖質を制限するのが有効だよとね、考えていらっしゃる方がね、いてるんですよ。でもそれがさらに増えようとしているんです。しかしね、日本糖尿病学会ではですね、総エネルギーの摂取量っていうのを制限せずに、炭水化物のみを極端にね、制限して減量を図るということはですね、その効果やね、その安全性を証明するエビデンスがね、不足しているので、現時点で推奨できないとね、そのようなね、内容の提言をね、示しています。ほんで、そんなね、生活習慣で起こるね、二型糖尿病の治療ではですね、体重を適切なね、範囲に保つことがですね、不可欠なんですけども、減量のためにね、脂質を制限すべきか、それとも炭水化物を制限すべきかというところなんですけども、このことについてね、有名な話があるんですけどね、アメリカのね、心臓外科医のね、減量法ではですね、炭水化物をね、1日にね、20から40グラムまでにね、制限して、肉や乳製品などのね、タンパク質っていうのとかね、あと脂質っていうのはですね、好きなだけ食べてもいいよというものなんです。2003年2004年にはですね、世界的に権威のある医学誌にね、 BMI 30以上の肥満者に対してですね、炭水化物を1日50から60グラムに指導して、摂取エネルギーが自由だよというふうにしたところですね、総エネルギー制限と脂質制限を指導したその群よりですね、6ヶ月で有意な体重減少をきたしたという、ね、発表がね、掲載されていてね、その結果にね、注目を集めました。1日ね、5、60グラムのね、炭水化物というのはですね、お茶碗1杯、これがね、ご飯150グラムなんですよ。だからこの程度で1日にね、1回だけこう主食を食べるか、1回分の主食を、朝、昼、夜に分けて食べるということになります。しかしね、2006年にね、複数のね、研究結果を総合して、より高いところからですね、分析するメタ分析っていうやつがあるんですけども、それのね、結果が報告されました。それによりますとですね、低炭水化物食で6ヶ月まではね、有意な体重減少をもたらしますけどもね、1年で両群に、ね、差はなくなって、低炭水化物食ではですね、血中 LDL コレステロール、悪玉コレステロールのことですね、あれのね、増加をきたしていました。低炭水化物食のね、長期効果っていうのに見出せなかった理由としましてはですね、症例数の少なさとね、高い脱落率を上げています。さらに摂取エネルギーを自由にした研究ではですね、総エネルギー摂取量がどれぐらいだったかの記載に乏しい点も指摘しています。つまりですね、炭水化物さえ制限すれば好きなものをいくら食べても痩せれるぜということは言えないということなんですよ。それ以降のですね、低炭水化物に関する結果発表もですね、特定の栄養素の糖尿病状態に及ぼす影響を見出すのは困難だと。そして炭水化物の制限がね、高血糖やインスリンの感受性の改善をもたらすけども、症例数と観察期間が不十分で脱落率がね、高いなどとして、エビデンスとしてのね、質的な問題点があるといった内容でした。炭水化物摂取量とね、心血管疾患のリスクとね、死亡率との関係についてはですね、日本人研究者がね、従来の研究のメタ分析をしたものではですね、低炭水化物食ではですね、心血管疾患は減らずに、総死亡率はですね、優位に増加したと報告しています。しかしそれを何とかしたいと思ってですね、主食のご飯でのね、お腹を満たせない分におかずを増やしてしまうということをするとですね、心血管疾患のリスクがね、さらに高くなる場合があるんです。日本糖尿病学会のね、提言とはですね、別の
糖尿病院の中にもですね、実は低炭水化物食の賛成派がねいてるようです。しかし僕はね、積極的なね低炭水化物食はね反対です。炭水化物というね特定のね栄養素をね極端に減らすのではなくてですね、バランスよくね食べることがね大切だと思っております。これ実際にですね、炭水化物を制限している人の食事というのはですね、動物性タンパク質やね脂質の量がねガーンと多くなってしまうんですよ。これはね先ほども言いましたけどもね、主食というご飯でねお腹を満たせない分、どうしてもおかずの量をね増やしてしまうから、食べやすいのはお肉とかね、その加工肉か、そんなのをね食べがちになります。そんなね動物性タンパク質やね脂質の量がねすごく多くなればね、もちろんね動脈硬化が進行してしまってね、心血管疾患のリスクが高くなります。糖尿病におけるね三大栄養素のね推奨摂取比率っていうのはですね、一般的にはね総摂取量のうち、炭水化物が 50% か 60% で、タンパク質が 20% 以下が目安で、残りが脂質です。これはね日本人のね平均摂取比率ですのでね、毎食ねご飯をねお茶碗一杯程度というよりもね、まあ、普通に食べていればね自然とねこの比率になるんですよ。しかしね腎機能が低下傾向の方とかね、SGLT2 阻害薬とかをね飲んでる人などはね、医学的にはね炭水化物をね避けなければならないことがあります。しかしそうでなければね、めっちゃ基礎の積極的なね低炭水化物制限っていうのをね控えた方がいいと思います。もしね低炭水化物食にね取り組みすぎてるならですね、今日からねやめることことをね僕は強くお勧めします。そんなん言うてもね、どうやってもね野菜にもね魚にもねお肉にもねちょっとはね炭水化物って入ってますので、制限するのでほんまに不可能なんですよ。だからね先ほども言いましたけどもね、医学的に炭水化物を避けなければいけないような人以外の人っていうのは普通にバランスよくご飯を食べていってください。まあねこの動画の一番最初にも言いましたけどもね、炭水化物というのはね体の中でブドウ糖としてね血液の中でもねブドウ糖っていう形で流れてるんですよ。だからね必要やから流れてるわけであって、摂取せえへんかったらねその分が足らなくなって他のところに支障をきたしますんでね、ちゃんとバランスよくね食べてください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。